続きましてこの XV ハイブリッド、まあ、STI が初めて手掛けた XV というのでこうパッと見てまずこの STI 車らしからぬこのポップさに、非常にまあ驚く人も多いと思いますが、まあ、STI は、まあ、あの先ほどコーチさんの話からもあったんですけども、まあ、我々ちょっと勘違いといいますか、まあ、あまりにもそのモータースポーツのイメージが強いもんですからこういうポップな車を出すと、そのちょっとこう拒絶感というか違和感というかこれまあスバルが出すんならともかく STI からこういうポップな車はっていうね意見ももちろんそれは、分かるんですが、まあ、今回そのあえてまあそういうね提案を STI が出してきたと、まあ、だからこれは、かなりその STI としては踏み込んだコンセプトかだと思うんですが、まずまあボディカラーのこの白がねこのスマホの画像でも分かると思うんですが非常にそのなんていうんですかすごい高品質な白でこれは東京モーターショーなどに、出展されたビジブコンセプトのあの何とも言えないこの、ね、なんか 大理石というかなんかすごい金属っぽくない質感を感じさせる白ですね。こ隣の、ラリーカーのソリッドな白と比較するとちょっと分かりやすいと思うんですがこのね艶の仕方からしてやっぱり立体感があるこの、すごいこのねこの白はかなりその塗装の工程が猛烈に手間暇がかかって、まあ2度塗り3度塗り4度塗りぐらいの工程を重ねるらしくて、まあ、非常にそのコストがかかるという城なので、まあ、現状ではこれはかなり市販するのは相当このボディカラーで市販するのは相当難しいということを聞きましたですけども、まあ、一つの提案として出されたと。でこのオレンジなんですが、これはあの従来の XV のタンジェリオンオレンジパールのオレンジよりはもう少し何と言いますか、ちょっと明るいというか明るいのかなあのオレンジまんまではない新しいオレンジをこのあえてそのこういう例えばルーフレールの見えますかねルーフレールのこういう内側とかホイールの、この奥のねこういうとこあえてそのちょっと奥まったところに、使うことによってよりそのインパクトというか、スパイス的な味付けを強めていると、まあ、XV というのはこうボディカラーとこうデザインで非常にそのマニア以外の人を非常にこの引きつけたスバル史上まれの見るデザインの大成功者の、まあ、商売的にねなんですが、それがこうまだまだ可能性を感じさせるこの色使いですね。で、室内の方が室内はそうだまずこの車は手掛けるときに室内の色合いというか室内のこのコーディネートから始まって外装に及んだという話でございます。外を作っなんか内がインテリアから作って外の色が決まったっていう車もなかなか珍しいとは思うんですがで、まあこの車は非常にその色合いとともに質感がやっぱり高められておりましてこのやっぱり手に触れるところこの例えばドアのこういうアームレスト的な部分とかにもこの、ウルトラスエード、まあ、昔はアルカンターラと、ね、呼ばれてた素材ですが、このアルカンターラという言葉が使えなくなったっていうのがちょっとも、ね、イメージがあの高級の、ね、素材のイメージが定着してたところであのウルトラスエードという言い方に変わってますがこのウルトラスエードっていうのはアルカンターラの廉価版とかそういうものでは決してなくて、まあ、物は同じというところでちょっとあの誤解をしないように気をつけたいところでございます。で中のこの、まあ、オレンジでちょっとこうねオレンジっていうのは、まあ、パッと見て人間の心理的に元気が出る色ということですから、まあ、それを元にして外の色を作ったと、はい、であそうだで室内の続きでちょっと乗り込まさせていただきますがで STI が作る車ですから、まあ、内外装を上質に仕立てただけではもちろんなくて、まあ、足回りも、まあ、STI の専用の、まあ、スポーティーな足回りなんですが、あともう一つのポイントがハイブリッドのこの、SI ドライブこれが、まあ、S シャープにした時の、パワーが、まあ、
ノーマルの XV ハイブリッドよりは、そのパワフルさを強調したものになると。だからまあ決して内外装を、変えただけのその見た目重視の STI 車では決してないと。まあそういう走りの面もしっかりと強化がされていると。でまあこの車も本当にまあ XV のポップな車を STI が作ることに関するそのまあぜひね、まあ賛否あるかもしれませんが、まあね、まあモーターショー、まあ大津さんはモーターショーですから、まあ一つの STI が初めての試みとして、まあ我々スバルファンはじめまあねこの車好きの人たちにどのようにその、評価されるのかっていうのは、まあ私自身も楽しみではありますが、まあ STI は今までとはちょっと違うことをしてきた、これからは違うことをしていくんだというね、一つの、それを示唆するかなり象徴的なモデルだとこの XV を見てそう思いました。